こんにちは、5年ぶりです、はい、もう5年も経ちますかね。5年経ちます。先生、高須先生、はい、お元気そうで本当に何よりでございます。いや、森井さんもすごく爽やかな、あの、好青年という感じで、ね、ちょっとぜひちょっとお話しさせてくださいませ、はい、改めまして、お久しぶりでございます。久しぶりです。ツイッターとかですごいいろいろ拝見させていただいてまして、今真っ最中、2つプロジェクトやってる最中だから存じ上げてます、はい、まさにあの、がん克服プロジェクト、はいはい、再生プロジェクト、はい、肉体の再生プロジェクト、はい、あれすごいですね。あ、村井さんもやりましょう。僕、あの、医学生の時ね、解剖の時に検体で解剖すると、先生この人がんですよって、そうかって、これもがんですね、これも検体全部がんですよ。それで大発見したと思ったら、みんながんだよって言って、うん、だからその長生きして施設から送られた方って、あの、いろんな病気でお亡くなりになるんだけど、がん抱えてるの、うん、でがんなんか全然ね問題なく、肺炎になったり、あの、あれ、心筋梗塞になったり、違うもんで死んだんだけど、がん勝ってんですよ。それで解剖した時に、こちらはね、あの、調べると、あ、胃がありますよ、大腸がありますよ、それがどうしたって。それがどうした。がん勝ってて、あの、平均寿命オーバーできれば、あとは儲けもんじゃない。僕76だから、あとは儲けもんだと思って、だいたい人生50年って織田信長言ってて、はい、その後、あの、還暦だって言ってて、70が古希だって言ってて、もう過ぎちゃったもうあと儲けもんじゃって、もう全部終わった後、もう一遍一幕あるみたいなもんで、面白くてしょうがない。すごい、今楽しいもん。ありがとうございます、はい、すごい。高須先生がその治療が一段落して、うん、ある程度こう体が弱ってしまったというか、はい、シワができちゃったりとかあったじゃないですか、はい、その後の再生プロジェクトもこの目の前で見て、はい、もうすでにツヤツヤで凄まじい再生力だと思ってるんですけどいや、聞かせてもらっていいですか。再生力じゃなくて、無理やり再生したように見せるプロジェクトですか。再生したように見せるプロジェクト。そうそう、美容外科ってのはね、あの、見た目を、ブスを美人に見せたり、それから年寄りを若く見せたり、で弱ってるのを元気よく見せるための、まあ言ってみれば、まあ、第4医学だよね。だから医者の仲間から、昔の医者から見てみると、詐欺みたいなやつなんですよ病気でない人しか対象にしないんだから、うん、で病気でない人間にね、その医療を行うっていうのはね、それ邪道のうちの邪道なんです、うん、でどっこも悪くない人をメスで切るとか、うん、レーザー当てるとか、電気流すとか、とんでもないやつなんですよ、うんうんうん、その商売やってるんですだから、あの、自分もやらないのに人にやったらね、すごく心痛むじゃないですか、うん、で、わしもやってるって言って、ね、何が悪いって言って、最後は開き直るんですよ。誰よりもやられてる先生ですよね。世界で一番整形や、自分の体の整形してるのは、あの、僕世界一だと思います。すごい、うん。お腹とかもすごいいい感じですか。はい、これは以前にやったミカランジェロをもう一遍動かして、それで筋肉動かして、また、あの、眠ってたやつを起こしてるんですよ。もう肋骨にもうとっくの昔に割れて、もう手術やったんですよ。すごい、割れてらっしゃる。すごい。やった。Let me see your smile. Don't give me grumpy bitter face. It's so terrible, so terrible. You're so selfish. Let me see your smile. Don't give me